ジョッさあ今週参ります、えー、8月4・5・6火水木12球団、えー、全試合総チェックということですね、えー、今日は、えー、とちなみに多分動画が出るのがいつも最近はお昼の12時ぐらいに出してたと思うんですけど多分今日遅くなってると思うんですよ。えー、なぜならですね、えー、今は朝ですけどもさずざキも,うもちょっと体力の、えー、パラメーターがありますから。 さすがに夜中にもう撮れるテンションと体力じゃなかったっていうところで今朝撮ってるんですけどもそこから編集作業も、えー、しなきゃいけないんで多分12時は厳しいと思うんでまあ試合前までにはだ出てると思いますけど、えー、今日はキュッと短くして、えー、お送りしますので、えー、試合前にねぜひ是非、えー、川水墨の3連戦をねチェックしてもらいたいと思います。えー、それとです、えー、っと今回から ちょっと思考をちょっと変えまして総チェックはもちろんなんですけども今週からやります全試合勝負を分けたキーポイント結果から読み解くここが勝負を分けたキーポイントだったなっていうねえ皆さんにより分かりやすくえ試合をなぞっていくだけじゃなくてえよりチームの勝敗を分けたこのキーポイントをさ々木解説で総チェックえしていきたいと思います。 さあ、ということで、えー、パリューグから、楽天ソフトバンク、えー、4日火曜日7対6楽天、えー、5日、えー、6対0楽天、そして昨日6日が1対3でソフトバンクということで、まあ2勝1敗で、えー、楽天が現時点リードということでね、まあ火曜日の試合、まあ楽天な何と言ってもね、終盤に、えー、追い越して、最後モイネルから、浅村が一発打ったりとか、まあモイネルの方はね、初級のカーブが甘くなったって言ってますけども、あのカーブをね、ものの見事に宇宙間に放り込んだ浅村ガッツ。ナイスバッティング。まあその中で、 キーポイントね。楽天のキーポイントは、やはり、ここだったのかなっていう、的えー、初回、ノーアウト三塁で、鈴木大地、セカンドゴロの間に1点取る。そして、4回、一1、二三塁、銀次が、ショートゴロの間に1点取る。で、まあ、初回ね、1点取って3対1に1点になって、で、4回は1点取って4対2になるっていうところでね。まあ、ソフトバンクの守備陣形としたら、まあ、前半なんで、しかも点差もあるということで、まあ、内容は下がりますね。 1> 1点、OK、っていうことでその1点 OK っていう守備体系の中で最低でも1点取っていくっていうこの積み重ねがボディーブローのようになって終盤の逆転劇を生んだんじゃないのかってねこういったところでもね長年見てるファンの皆さんはポップライー上げたりとか三振したりしながら内野下がってんのに1点も取れねえじゃないかよっていうね展開見たと思うんですけどもこういったところでしっかりね鈴木大一も銀次もねその最後は当てにいってでもね内野ゴロを打って。 最低でも1点取るっていう、このチームバッティングね。こういう1点が最後、ボディーブローのように、この7対6とね、逆転を生んだ、この試合のね、キーポイントね。まあ、ソフトバンクはね、まあ、キーポイントといえば、やっぱり終盤のね、まあ、やっぱりモイネロがね、打たれるなんて誰も思わないじゃないですかここ、そこまでね。で、これはね、ちょっと新聞で展開見ていきますけども、7回にね、1点、で、8回に3失点してね、まさかのね、あの、モイネロが3失点っていうところでね、まあ、そこはもう、打った選手たちがすごいね。これはもう、ソフトバンクの負けは、 まあ仕方ないっていうね先制点取って中継ぎ中押しでもしながら進めていってで終盤に勝利の方程式出すっていうまあホークスとしてはやることやってるんでまあこれで負ける試合もねあるかなっていうところですよねえそして水曜日、えー、楽天和久井がなんと言ってもキーポイント和久井9回ワンナウトまでノーヒットノーランあのまあ和久井自身6連勝ですけどもまあ9回132球1安打8失失三振2失球無失点完封プガッ和久井 素晴らしい、ね、まあチームが変わってねここまで変わるかっていうところですけどね涌井はそういう男なんですでもまあ9回ワンアウトで川島慶三にヒット打たれて、まあ、ファーストベース上で川島がね1ミリも笑わないっていうねあのプロの姿ね素晴らしかったなと思いますけどねああいう時ってねチーム全体が安堵するっていうねあのベンチからもドキドキとかしながら、まあ、佐々木もですねマリンでですねセーブの時の騎士にですねノーヒットノーランされてざわつきながら終わって終わった後はですね自分で言い聞かすまあ俺は別に、えー、サンタコだしねみたいな。 な感じで自分で自分を慰めるっていうねまあいっぱいはいっぱいっていうね、えー、感じで過ごしましたけどまあでも9回ワンアウトでしょ佐々木は何て言っても9回ツーアウトから。 えー、打たれてますからねしかもツーストライク追い込んでから最後の1球あーと1球あーと1球であの京セラドームで坂口にアウトコースのスライダーを踏み込まれてえー、リーベース打たれるっていうねピッチャーがフルヤでしたけどもでまあ、結局完封で終わりましたけどあの時のね思い出が読み返ってきたなとまあこれはもうねソフトバンクはし、まあ、仕方ないかなとまあその中でねソートバンクもね技が高騰してる時に 5回裏一心、ね、一・二塁打者、小深田の時にね高屋がパスボール、バッツ、ね、あれは全然的の下抜けてたかな、あそこはもしパスボールしてなかったら、1失点、もしくは無失点で終われてたかもしれないところを、まあ結果、 3失点にしてしまったっていうところでね、まあ、枠井の好投を引き出したプレーになっちゃったんでこ守備からのミスがね、まあ、大きかったんじゃないのかなと逆にねソフトバンクはその高谷のパスボールからのね3失点がねキーポイントあと楽天は田中和樹が1軍昇格してきて2打数2安打2四球1勝0ゴッツ。ね あの5回裏、インコース厳しいところを引っ張って、レフト、ツーベース、えそして6回、左打席でチェンジアップ、センターオーバー、ツーベース、右も左もグワッツ、ね、田中和樹もね、ここから新人を取ったんでね、まあ、怪我とか不調はありましたけども、しっかりね、頑張ってもらいたいなと思いますね。そして、まあね、楽天2連勝で迎えたえ昨日の試合、1対3でソフトバンクが勝ったわけですけども、ソフトバンクの K ポイントは、なんて言っても、4回、栗原センター前、そして川島慶三レフトフライ、今宮ショート内野安打。 えそして明石がタイムリー打ってワンナウト一三塁から下位のこれがやっぱりこれ3点目を奪ったこのねセーフティースクイーズがキーポイント。 だったかなと思うんですよねあそこでしっかり追加点を取ることによって、まあ、終盤ね、ねしっかり勝ち切れた、まあ、この試合は、ね、中継ぎも安定しましたし、えー、素晴らしい、ね、投手リレーだったんじゃないのかなと、まあ、持ち前の、ね、ソフトバンク野球が、ね、できたような気もしますし、まあ、あとは、ね、1番、松田2番、バレンティンとまあ面白い打順、まあ、打順なんていうのはもう誰が何番打ったって点が入る打順がいい打順ですから、まあ、そう考えると、ねまあ、点は入れなかったですけどこういういろんな新しい試みをするということは工藤さんの采配僕は素晴らしいなと思いますね。 でまあ、松坂ね、5打数1安打、バレンティンは3打数0安打の1フォアボールというところでね、両者ともね、1回失礼しましたけど、き機能したかっていうと、機能してないとは思いますけど、まあ、そういう中でもね、試行錯誤しながら、えー、今の、えー、改善点を改善しようとしていく中でねで、しかも試合勝ったっていうところでね、素晴らしかったなと、あとまあ楽天はね、松井裕が久しぶりに投げましたけど、まあ、5回ね、89 9 8安打3三振、1フォアボール3失点というところでね、内安打とかエラーとか、ちょっとアンラッキーなね、ところが。 あったかなとちょっとついてなかったかなと、ね、カンちゃんヒット落ちたりとか、内、え、野、ー、だね、こ府方の前で内んだしてしまったりとか、えー、そういったところで、ちょっとね、アンラッキーなところもありましたけど、開幕当初より内容はゴッツ、ねえー、しっかり2軍で調整してきて、総合が生かされたかなと、まあ、今後ね、どういうピッチングをできるのかっていうところですけど、まあ、来週以降のピッチングね、まあ、まあ期待できるんじゃないのかなっていうところでね、まだ次戦もねしっかりチェックしていきたいなと。あとやっぱりね 楽天のキーポイントはね、1本出ずっていうところですね。まあ、これがロメロっていうところでね、まあ、初回、ワンアウト一、二塁で三振、えー、そして7回、ツーアウト一、塁で三振、で、9回、ツーアウト一、塁で三振と、えー、この、物の,の見事にチャンスメイクされたところで、ロメロがね、ちょっとブレーキになったっていうところで、まあ、ここでね、1本出てれば、どっかのところでね、まあ、大きく変わったかなっていうところはありますけど、まあ、楽天の、ね、負けてしまったキーポイントは、やっぱりロメロがね、 打ち切れなかったったていうところななのかなっていうところのね、まあ、3連戦、まあ、ここからね、終盤になっていきますけども金土、まあ、日ね、どういう戦いをするのかっていうところでね、しっかり、えー、見ていきたいと思いますね。さあ続いて、えー、オリックス対ロッテ、えー、8月4日5対5引き分け、えー、そして8月5日1対12ロッテが勝って昨日は3対1で、えー、オリックスが勝ったということでね、まあ、1勝1敗1分け五、えー、分でカースイモ終わりましたけども早読みの試合ねロッテヤンオートよしのぶをね攻略したっていうところで打線ゴーッド ですけど、まあこのね。打線の攻略を見てるとね。打てても打てなくても、バッターが積極的にファーストストライクからどんどん振っていってるって言うところがね。いい結果、好結果に繋がったのかなと思いますね。まあ、初回もね。中村がカットボール初球をねセンター2ベースえ、そして矢田のね。初球フォークボールもセンター前タイムリーで2回デッドボールフォアボールで111塁になって。 まあ藤岡がね、シュートを見逃して、その後のカットボールをレフトへタイムリーツーベースというところでね、まあ、しっかり速いカウントで、パンパンパンと打ちにいってで、それをヒットにできたというところがね、まあ、あの序盤、山本から得点できたところかなと、中村がね、2アウト、2、3塁で、あのカーブ、 ストレートを、まあ、レフトにね2打点とかね、打点を打んだところは、どんどん速いカウントでね積極的に打ちに行ったとっいうところで、山、ま、本、あ、を、ね、乗せる前に仕留めれたというところはね、まあ、非常に大きかったのかなと思いますね。あとは、まあ、オリックスの K ポイント、完全負け試合だったところを、まあ、引き分けに持ち込めたというところは、ですね、まあ、7回裏、代打の伏見、8球粘って、一死満塁から。 センター前2点タイムリーピッチャー、増永インコース難しいところをね、肘たたんで、えー、しっかり打ってセンター前にね、あの粘りながら粘って粘って粘って最後難しいところですけど、コンパクトに打ったあのセンター前、グアウト、フシュビッグってナイス。あのバッティングはね、あのこの引き分けに持ち込めたかなと、あのもう1つのオリックスのキーポイントとしては、まあ、9回ね、ダイソー佐野じゃなかったのかっていうね。まあ、確かにマーティンの ホーームスロー、Good、まあちょっとでもそれ出たらねセーフでしたけども佐野でも良かったんちゃうかなって。 えーまあ、ここは采配難しいところですけどね、佐野からっていうのはね、ちょっと思いましてね、そこが佐野だと、ひょっとしたらサヨならみたいなね、キーポイントかなと思いましてね。であと、ロッテとしてのやっぱキーポイントは、10回、ワンナウト、二、三塁、セカンドランナー、チャにでサードランナー、岡で。藤岡がセカンドゴロを打つんですけども、この場面で注目してもらいたいのが、セカンドゴロを打って、まあ、岡がストップするわけですよね。でこれ、作戦的には、ゴロゴーなのかなと。ゴロゴーだと、ゴロになったのを見て走るんで、あの藤岡の打球は、ショット としたたらセカンドライナーっっぽかったんであの打球ででではやっぱスタート切れないと思うんですよねでもここで見てほしいのがセカンドランナーのチャタニが打った瞬間スタート切ってるんですよライナー気味なのにえもしあれがゴロゴだったらチャタニーの走塁はバッとだけども状況的にギャンブルじゃないのかとこうチャタニのスタートがでもチャタニのスタートがもしあれギャンブルで作戦がギャンブルスタートなんだったら福田の走塁がバッとなぜスタート切れなかったのかでここがちょっとチくハグ感が あのこれはもう内部でしか分かりませんけどゴ6ゴロなのかギャンブルなのかでも状況から考えて岡がサードランナーだったらあそこはギャンブルでしょって思うんですよねでこのチャ茶ーのスタート見てるとということは岡の見逃しかスタート切れなかったかっていうなんかねベンチワークと選手が連動してないっていうちょっとちぐはぐなプレーがあったっていうところがねあそこはちょっとキーポイントかなあれ1点取れたんじゃないのってバーっとっていうねところですけどもあとまああの9回のね 鳥谷の一つのエラー、一つはね、結果的にタイムリーヒットにね、吉田のはなりましたけども、一発目はあれは処理できますね。で、二回目は正直あれはアンツーカーと芝のギリギリのところをしたんでイレギュラーして、正直難しいです、あれを取るのは。でも、守備固めとして出てるんであれば、やっぱり他の選手より求められるハードルは上がりますよね。その中で 取れなななかっっったとととしてて、も、もっと正面入って前に、これ落とさなきゃいけないいけですね。いや、難しいのは分かってますよ。ベストは無理でも、ベターな選択をしなきゃいけないときに、まあ、若干1本目のスタート遅れたかなと。で、遅れたところで、えー、正面入りきれずにイレギュラーしたため、それを後ろに大きく弾いたかなと。でもやらなきゃいけないことは、イレギュラー、あれを取るのは相当難しい。でも取れなかったとしても、体のどっかに当ててでも、あの状況絶対前に落とさなきゃいけなかった。なぜなら、守備固めだから。あれが 守備固めじゃなかったらハードル下がりますけどやっぱり守備固めで出てるっていうことはやっぱり求められるハードルは上がるんで、まあ、仕方ないとか仕方あるとか選手によって変わるべきものじゃないですけど守備固めっていうところではね仕方ないハードルも逆に上がっちゃうんじゃないのかなっていうねそういったところはね、まあ、あれをできなかったっていうところがね結局最後ね同点に追いつかれたっていうところもありますしあそこでねあの吉田正尚敬遠でジョーンズ勝負でもよかったんじゃないのかっていうね話も出てますけどもあそこ吉田正尚を敬遠してしまうとサヨナラのランナー なっちゃうんですよねでそうなってくるとジョーンズにもし間を抜けるヒットを打たれた時に多分あの場面フォアボールで歩かしたら外野は全身引けないんですよねなぜならサヨナラになっちゃうからでそうなるとワンヒットで確実に1点入るようなことになっちゃうんでそうなると多分あのマーティンの方面のスローはできなかったと思うんですよねもうちょっと後ろに下がってるんでそういった面でもあの場面は吉田勝負かなとしかも増田対吉田がね相性を増田の方が 良かったっていうデータもありますし、やっぱりサヨナラのランダを出すわけにはいかない、あの状況でね、吉田と勝負したから逆に同点までで済んだっていうところもあるんでね、吉田勝負は間違ってなかったかなと思いますけど、まあ、鳥谷がね、どうやってもあれを前に落とさなきゃいけなかった、難しいのは分かるけど、それぐらい求められますよっていうようなね、プレーに見えましたね。えそして5日、1対12ということでね、ロッテとしてはね、キーポイントは、やっぱり4回表、安田がね、ノーアウト1塁でタイムリー、9回、あのライトオーバーね。あこれが 大きかかったかなと、まあ、ここでねしっかり点を取り切れたっていうことが、まあ、後々のね大量得点になったとしかしですね井上の深いねショートゴールで三塁行ってアウトあれは走塁バッとねああいうところもね今後経験ですから走塁面もねしっかり上達していってもらいたいなと何気にその後の本当のキーポイントはこちらっていうね 菅野がワンダウト一塁でその後ライトにツーランここだねキーポイントはここがやっぱりねもうとどめを刺したっていうねあの素晴らしい一発がねまあ試合を決めたかなと菅野グワッツナイスホームランでまあ大島がね6回105球4安打3三振3四球まあ1失点まとめましたし大島も本当にね 安定してたなっていうね見ててもね安定感ありましたし、えー、低めに変化球コースにしっかりもストレートしっかり投げきれてたんで、えー、素晴らしい安定したピッチングだったかなと。小島ナイスピッチング、ね えー、そしてまあオリックスね、キーポイントって言えばやっぱりね、4回表、このまあ安田がタイムリー打つんですけど、この4回の表に中村がね、ちょっとクリケット打法みたいな感じで、あっき打ちでセンター前打つんですけど、その後にマーティンにフォアボール出すんですね、鈴木が。ここがキーポイントだったかなと、このフォアボールが結局その回の4失点に繋がったと思うんで、あそこのフォアボールがね、ピッチャー鈴木はね痛かったかなと、キーポイントだったかなと思いますね。あとはね、ちょっと投手交代遅かったかなと、まあ、5回ね。 ワンナウトで角中にスリーベースえそして中村にフォアボール出すんですけどここで変えてもよかったですねで結局その後バタバタって打たれたりしながら結局7失点でもうあの時点でそのゲームは終わっちゃったんでちょっと鈴木優のね、えー、投手交代遅かったかなともう試合壊れちゃったかなっていう展開がねちょっとキーポイントだったかなと思いますねえそして8月6日ね3対1で、えー、オリックスがね今季 えー、ロッテ戦の連敗を止めるっていうところでね勝ちましたけどロッテがねこれ勝つための、ね、キーポイントはやっぱりね初回のワンアウト一三塁。 中村がレフト前ヒット、マーティン、ライト前ヒットで中村が三塁へというね、一、三塁の場面で、安田がショートゴロ、井上がサードゴロというところで、ここで得点できなかったね、ここで初回、パンパーンとまたね、水曜日のように言っていればね、一気に勝ち切れた可能性あったところで、ここで点が取れなかったっていうね、で5回、ツーアウト三塁で、角中のセカンドゴロ、これをね、オリックスのセカンド、福田がね、ナイスプレー。 ここでね、点を取られなかったっていうところがね、これはロッテの点を取れなかったキーポイントでもあるけども、オリックスがあそこでしっかり点をやらなかった、この福田のナイスプレイがキーポイントだった可能性もある、十分なね、プレイだったですね。で、まあ、オリックスのね、まあ、攻撃側でのキーポイントはですね、やっぱ5回2アウト1、2より、伏見がね、火曜日に続いて、ライトのタイムリー、ね、 打つんですよそんで、その後マーティンが悪送球、ーーをどこ投げてんだっていうね、でこれタイムリーエラーで得点につなげて、でここでねしっかり点を取れたっていうところがねよかった、伏見、グッと、だからオリックスのねこの火曜日引き分け、水曜日勝ちのプチ MVP を伏見ですね、グッと、ナイスパッティング。で、まあ、ピッチャー、山崎が6回103球、3安打4三振、1ホーボール無失点っていうところでね、しっかり投げ切った。 ちょっとロッテ打線左弱いのかなっていうね、まあ、前回もねその,の動画で総チェックの時にね話しましたけどあのちょっと左打線弱いのかなっていうところでね2軍で頑張ってるで加藤翔平なんかね上げてきてもいいんじゃないのかなとね打線の活性化つながるんじゃないのかな結構打ってんのに、えー、チャンスがないっていうのもね本人がね、えー、メンタル面がねちょっと心配ですしあの調子がいい選手はね使ってやるっていうのがねチームを円滑に回すね、まあ、一つの方法でもありますからね加藤翔平に期待 い、ね、うところはねこれは心の中で思ってますまあ心の声が出ちゃいましたけどねでまああのその後ですねプチ MVP 伏見って言いましたけどその後伏見牽制でアウトバッとねっ言っときますまあこんな感じですかねまあこれ一勝1敗わ分ですからねこの週末どういう風な展開になっていくのかっていうところでねまあ注目したいと思いますね さあ続いて日本ハム対西武4日火曜日11対4日本ハム5日2対7で西武そして木曜日が5対3で日本ハムということで2勝1敗で現在日本ハムリードというところでね、まあ、あの火曜日の試合、まあ、西武のキーポイントは1対1で迎えた3回表木村がねショート内安打バッター鈴木でね このバスターエンドランをなんと空振りしちゃうっていう空振りしちゃったけどキャッチャーの宇佐美がセカンドへ悪送球してランナーが三塁へ行くっていうダブルミッツっていうね。 バッバッとバッバッとっていうね感じが起きてこのノーアウト三塁になるんですけどもここでまあ鈴木がねショートゴロそんでその後のスパンジェンバーグ三振そして森がライトフライと1対1で迎えたこの勝ち越せるところので相手がミスしてチャンスをくれたそこで勝ちきれなかったこの点を取れなかったところがね結果11対4になっちゃったんじゃないのかなっていうね西武のキーポイントはこの3回裏の ここの勝勝負に勝てなかったことがねやっぱりチームは、ね、負けてしまったんじゃないのかなとね。でまあピッチャーね高橋コーナー7四球で森脇が1つフォアボール小川1つフォアボールで宮川が1つフォアボールで高橋が6失点小川3失点宮川1失点とフォアボールがもうことごとく失点に絡んでるっていうところでね。10四球じゃ ちょきつい。だからもう高橋コナーもう最初からコース狙いんじゃなくてもう最初はもう甘め真ん中気味でいいからどんどん投げていってカウント良くなったら狙うっていう形になっていかないともうカウント負けしてますねそういったところで相手打線がね打ちやすそうになってるのかなとで日本アームが勝ち切れたキーポイントはやっぱり太田大使のね活躍素晴らしかったなと本人6打点自己最多 っていうところでね、まあ、1打席目ね、このインコース、ストレート、インコース、ストレート、インコース、ストレートでスリーボール、でインコース、ストレートで見逃しのフォークボール、空振りのスリーボール、ツーストライクから外のストレート見逃してフォアボール。太田が調子上げてきてるから、西武としては早めにインコース使って調子落としてやりたいぞっていうね意図でこの1打席目いったと思うんですけど、こう結局攻めきれずフォアボールっていうところがだめなんですよね。ここで打ち取ってたらね、また太田も悩むところだったんですけどで、次、2打席目、フォークボールから入って。 まあ先打ちから入ってるんで、ね、フォークボールから入ってアウトコースと見せかけてインコース行ったのが、まあ、若干甘めになって、大田にツーランホームランを打たれるんですよね。太、まあ、田としてはもう1打席目にインコース攻められてるんで、えー、多少意識はあったところで、ね、甘く入ってきたところを一発で仕留めた。で、4打席目にカーブか空振り、ストレートボール、でストレートファウルでチェンジアップをね、もう1回スリーラン、レフトにね、打ち込まれてるんですけど、もうここは調子上がってるんで、えー、こういったところでね、初期1打席目の,このフォアボールが、 太田のね、その後のホームランにつ、ね、ながった攻めきれなかったところじゃないのかなっていうところでね、キーポイントだったかなとか、まあ、インコース攻めきれずねフォアボール続けてね、対応されて外に逃げても対応されるって後手後手を踏んだ、ね、太田への攻めが、ね、結局は11対4っていうね大谷6打点、えー、MVP をね取らしちゃったかなと思いますね、えー、そして、えー、5日ここのね、西武のねキーポイントはね、辻監督采配がね、キーポイントだったと思いますねこの5回ね ツーアウト一三塁で、もうピッチャー平井へ交代。5回で交代ですからね。それはちょっとね、早いですよね。でもうそこで交代して、中田をね、三振取ると。でね、平井が回またぎで行って、あの、まあ、ワンアウト満塁のピンチを作るんですよね。で、出した田口。で、ここでサードゴロ打たれて、まあ、タイムリー、内野のタイムリーになるんですけど、平井がね、なぜか投げた後棒立ちっていうね、ファーストへのベースカバーが遅れて、バーッとね、こういったところをね失点。 危ないですよチームの流れが悪い時はねでこのワンアウト満塁がついたところでもうピッチャー平ーへね速攻交代っていうね6回から平ーっていうね打者西川を三振そして松本三振とまあ、高投このねここでまあ追加点をやらなかったっていうところが結果ね勝ちにつながったまあ追采配のねもう早めにどんどんもう勝ち投手だろうとイニング関係なく早めにもう前倒しで投げていって勝ちに行くぞっていうねこの姿勢采配ガッと。 キーポイントだったかなと思います、ねまあそれに応えてねあまあ平素晴らしい投球だったかなとで、まあ、日本ハムのキーポイントとしてはやっぱ3回ワンアウト西川ライト前ヒットでツーアウトになって近藤がライト前ヒットとツー、まあ、アウト1塁でね中田が三振で4回ワンアウトから渡辺がねレフトへツーベースで横がショートゴロ清宮セカンドゴロとね点をね 取れるところで取りきれなかったっていうところでね流れが西武へ行ったかなとで最後は、ね、その辻采配でガザンとね勝負をかけてきた、まあ、西武が勝ったかなとで昨日の試合5対3というところで、ねまあ、西武のキーポイントはですねこれはまあ日本ハムのキーポイントでますだからだから両チームのキーポイント、まあ、3回表源田がセンター前スパンジェンバーグフォアボールで森がここでバント失敗。 前回のね、あのロッテ戦だったかな、メットライフドームでね、源田がセーフティーで出て、で森が送りバンド、めちゃくちゃうまい送りバンドしてで、山川フォアボール、源田がね、さあんで、殿崎がサヨナラっていうね、試合でもありましたけど、ここでバンド失敗で、えー、ランナー進められず、ね、でもここのね、采配はわかるんです。 やっぱね、打線がうまく回ってないんでこういうチャンスで、まあ、バントしてでも取りに行きたいっていう辻監督の気持ちは分かるっす、ねまあ昨年までの、ね、黙ってれば打ってくれるっていう打線だと、ね、そういう采配もいらないでしょうけども今の西、ね、武ライオンズの打線でいうとやっぱ動かさないとやっぱ勝ちきれないっていうところで、ねまあ、ここのバントは、ね、すごく理解できるでも、それを森が、ね、対応できなかったっていうところで、ねまあ、アウトで山川が、ね、ファーストファールフライ殿崎フォアボールで満塁で栗山が、まあ、あのセンターフライで、ね、これ無得点。 この時点でね1対3で、まあ、日本ハムリードっていうところでここで1点でも2点でもねうまく取れてればでしかもねこのクリーンアップに向かっていって取りきれてればね試合展開大きく変わったんじゃないかなと逆にね河野のの投手ここでねしっかり踏ん張れたことがね結局勝ちにつながったんじゃないのかなっていうところでね西武、日本ハム両チームのキーポイント。 だったかなと思いますねまあ西武もね辻監督も打順をね変えるなどいろいろね試行錯誤してますけどなかなかねつながらないっていうところがねちょっと今の西武の苦しさまあ先発投手陣まあチーム凍結が悪い中でね昨年までは打って打ち勝ってきたっていうところでねその打って打ち勝つところでリカバリーできないっていうところがねまあちょっと最近の西武のね苦しさまあ現状5位にね落ちてしまったチーム事情かなと思いますねでまああの8回ね日本ハムでいうと宮西がねちょっとバタバタしてフォアボールとかデッドボールとかお危ないぞとツアーと満塁で メヒアがね、三振、もう最後のね、最後のもうチャンスっていうところでメヒアが三振で、ねまあ、1失点で抑えたっていうところでね、もう1回、ね、ライオンズにチャンスが来たけどもまつ、あ、かめなかったっていうところでね、まあ、どうにかね、西武の打線がね、活性化しないと現状難しいかなっていうカース・イモク3連戦ね、試合になりましたけどまあ、週末、ね、西武打線が爆発するのか日本ハム打線太田が引き続き爆発するのか中田がいいところで打つのかチェックしたいと思いますね。 さあ、続いてセリーグ、えー。ヤクルトは広島。4日3対6で広島。5日1対4で広島。えー、そして6日9対5でヤクルトということで、まあ2勝1敗でね、まあ広島が勝ち越したっていうところですけどね。まあ前回の申し送り事項で、ヤクルトの皆さん言いましたよね。広島が上昇してきますよっていうね。まあそういったね、まあ試合ないようにはね、見えましたけど、火曜日の試合、やっぱりね、ヤクルトのキーポイントとしては、まあ、7回のね、投手交代だったんじゃないのかなと。まあ高梨がね、ピレラに力あるストレートでキャッチャーフライに打ち取って、 マッガフに変わるんですけども、まあ、そこまでもね大森セカンド内野だ、そして西川ライト前ヒット、まあ、両者ともね当たりはそんなに良くなかったっていうか逆にえしっかり打ち取れてたけどアンラッキーヒット。 ということを考えたら僕はね、続投でも良かったんじゃないのかなと、ヒルラにもストレートね、甘いところでしたけど、力あるストレート投げてましたし、マクガフに行くのは仕方ないですね、やっぱ清水が8回、石山9回って、まあ、決まってるから、まあ、そこを清水をね、前倒しっていうところもいかないんで、まあ、マクガフ出したのは仕方ないかなと思いましたけど、僕はね、マクガフはね、回の先頭からがいいと思うんですよ、途中からじゃなくて、イニングの。だからそういったところでもね、若干この投手交代がね、キーポイント、えー、だったかなと思いますね。 逆に広島はですねやっぱり長野スリーラングッツねそのマグガフからねホームランを打ったのライトねポール際っていうところでねこの長野がまたここに来て調子いいっていうね5日の日も打ちましたしまあこの後で言いますけどねでやっぱねカープのねキーポイントはねやっぱ7回裏堀江薮田が作ったピンチをまあツーアウト満塁山崎幸太郎スリーツーからストレートでねバシッと。 スイング三振というところでね、この堀江がね、このピンチを切ったというところで、まあ、最近やっぱりカープもね、長継ぎがバタバタしてますから、そういったところでね、この堀江が切ったというところがね、やっぱキーポイントだったかなと。で、まあ、5日のね、えー、水曜日、ヤクルトとしてはね、ルーキー大表代の。 え大西が先発して5回87球7安打4三振3フォアボール2失点というところでねちょっとやっぱ変化球が、まあ、大学時代も見てて思いましたけど力あるストレート投げるのに結構変化球多いなっていうイメージだったんですけどもうちょっとストレート使ってもいいかなと、まあ、5日の試合もね結構変化球多かったかなっていうところもあるんで、まあ、3回ね磯村に対してストレートストレートで三振取ったりとか5回ね松山にストレートストレート続けて463ダブルプレー取ったりとかストレートもね本当にいい球投げてるんでねあんま変化球にこ ストレートをしっかり投げた上で変化球っていうねところをすればもうちょっといいピッチングできてるのかなとでまあヤクルトとして、まあ、唯一のチャンスキーポイント唯一のチャンスは、まあ、8回坂口レフト前塩見レフト前でまあ青木がねサードファウルフライ村上フォアボールワンアウト満塁ここがキーポイントだったところが逆に広島もキーポイントねダブルキーポイントの中でこのねピッチャー堀江が出てきて 山崎三振、西浦三振と、堀江グッ、ゴッゴッペチェン、ね、この堀江がしっかり抑えたところでね、またこの2連勝、河水に繋がったのかなと、だからもう、河水の MVP は堀江っていうぐらいね、素晴らしい、あとその後ね、長野が4打数2安打1打点、まあ、5回ね、初球、ワンアウト2塁から甘く入ったところを見逃さずね、センター、ツーベース、タイムリー、長野、ゴッ ナイスバッティンねここに来て、チョのねの頑張りっていうのがね、生きてるかなっていうところもありますね。で、そして昨日旧9対5でね、ヤクルトが勝ちましたけども、広島ね、あえてキーポイントを上げるとするならば、初回の堂しデッドボール、チョのライト前ヒットで、鈴木誠也フォアボールで、ワンアウト満塁、松山レフトフライ、相澤レフトフライで無得点。ここでもっっと点を取ったらガッて いいけたんじゃななのかなとまあ終盤ねちょっと中継ぎ陣がまたバタバタして堀江が出てきませんでしたけども出てきてもよかったかなってね疲れはあるかもわかんないですけどちょっともう出てきてもよかったかな3連勝を狙うために出てきてよかったかな堀江っていうところがねまあありますけどもこの初回でねあえて言うならばここでパンパンとね松山か枝がどっちかが打って先制点上げてればちょっと。 試合展開がねね変わっったかなっていうところはありました、ね、ヤクルトのキーポイントはやっぱこちらですね両キャッチャーっていうところで、まあ、西田がね2回先頭でレフト2ベースからの1得点で3回ワンアウト満塁で、まあ、2点タイムリーレフトへというところもねありますし代わってなんか熱中症軽い熱中症だったのかなっていうところでねなんか変わってね、まあ、井野から井野がね7回先頭でライトへ3ベース、ね、でここが決勝点になってそこから3得点。 で8回のダメ押しの一手のスクイズねあの、結構難しいところをね、なんか結構、飛球でいいところに落ちましたけども、このね、西田と犬の両キャッチャーのが頑張りっていうところがね、ヤクルトにとったらキーポイント、えー、だったかなと思いますね。だからまあ、こういったところでね、まあ、しっかりね、あのキャッチャーも中村けがしたり、島けがしたりしてるところでね、この西田、伊野ってね、新しいチャンスが生まれたところをしっかりものにしていくっていうところでね、えー、素晴らしいヤクルトとしてはね、戦いだったんじゃないのかなと思いますね。 さあ続いて、えー、中日対 DNA4、えー、日0対3で DNA で5日2対8で DNA で6日0対3で DNADNA、えー、が3連勝ということでウィークポイントの動画で言いましたけどドラゴンズファンの皆さん本当にもう消化系ーになっちゃいますよドラゴンズファンの皆さん見てますか3連敗でも佐々木チャンネル見てくださいよ佐々木だって優勝予想してんのに頑張ってやってるんですよ心中穏やかじゃないんですよね見ないっていう選択肢はドラゴンズファンの中にはありませんから残念ね といいうことで見てください火曜日、中日ね、1番、ネオ大丈夫ですかみたいな、結果、全部見ましたけど、打席ね、自分のタイミングで、多分振ってるだけなんですよね、だからあの、相手に合わせて振れてないんですよね、だから自分のタイミングで自分で振ってるだけだから、なかなか打てそうな感じがしないっていうね、で、最後はね、三振、サードフライっていうところでもう、最後当てに行って、まあ、ショートゴロっていうところでね、まあ、自分のバッティングできなかったかなと。 ネオで言えばね、でまあ、5日の試合、水曜日もね、まあ、3打数ノーヒット、2三振、やっぱりちょっとプロの投球についてこれてないかなというところもありますし、きのうもそうでしたね。だから全体的にもまだちょっとね、一軍のプロのスピード感っていうのにね、ついてこれてないかなというところはまあありますね。まあでもまだ若いんでね、しっかり経験積んで、しっかり成長してもらいたいなというところはありますね。ももう中日もね。 でもいいところも探していかなきゃっていうところでね、まあ、火曜日の試合、ピッチャーね、浜田、4年ぶり、まあ、育成に行ってね、もう一回試合以下に入り上がってきて、1回で17球、1安打、1三振、まあ、無得点にね、その時は防いだということでね、頑張れその後のちょっと試合でね、ちょっと打たれましたけど、頑張れっていうね、いうところ、エールをね、送りたいと思います。えー、まあ、僕、ドラゴンズオービーじゃないんですけどね、<laughs> でもまあ、あの、頑張れっていうね、ところはあります。で、まあ、水曜日の試合、d n a ラビレス監督、300勝、なんか、横浜 だからまあ全身の太陽も入れて、歴代3位ということで、おめでとうございますラミレス監督、グググ,グ、ね、しかもあの勝ち越してるのが唯一とかなんとかっていうね、いろいろね、作戦面に対して、うんって思うことがありますけど、これはね、ちょっとした僕の勉強不足っていうのもあるんで、まあ、しっかりね、ラミレス監督も結果出してる中、このラミレス野球っていうのを、ちょっと佐々木はね、さらに勉強してですね進化していきたいなっていうところはありますね。やっぱりその 勝ち切れてるっていうところはやっぱ勝ってるっていうことはやってることがいいっていうことなんでそのやってることがいいっていうところを価値観が違うんで理解できないところもありますけどそれを勉強してさらに自分のものにしていくっていうところもやっぱり人間大事だと思うんでこのラミレス監督の采配をですねもっともっと注視しながらですねどういう結果を生むのかっていうところを見ながらいろんな面で勉強して新しい自分の固定概念をね崩して新しいものをねラミレス監督の采配から勉強していきたいなとね思ったこの 300勝ののねね監督としししてて記録でした、ね、えそしてでたそ、ね、まあ5日のキーポイントは d n a 高城3戦連発ホームランということでまあ濱口がね投げた時はキャッチャーに出てきますけどなんとこの日もホームラン打って本当に素晴らしい濱口が出た時はね出るんでやっぱ負けられないってねいいところ出したいっていうね強い思いが、まあ、攻守にわたって結果につながってるかなとこの日もね5打数2安打1打点以上ーマーということで高城ガッツガッツ ね、素晴らしい活躍だったらなと高城のね攻守にあたる活躍がキーポイントだったかなと思いますね。まああとドラゴンズはね、まあ、キーポイントあえて言うなら、まあ、1回ワンナウト1塁で外の打球ねライトの医療が多分前にこれね映像ちゃんと映ってなかったんで分かんないですけど1回ね前に出てきてねあの頭こされたんちゃうかなってね。 で目測誤って、ライトツーベースからのロペスのタイムリーでね、に失点してしまうっていうね、序盤のこの失点っていうのはね、痛かったかなっていうところもあるんで、あえて言うなら、これひょっとしたら、ちゃんと目測誤らなかったら、取れたんちゃうのかっていうね、ちょっと映像だけなんで、ちょっと確認しづらかったですけど、で、まあ、昨日の試合、8対6ということでね、もうあの、ドラゴンズ、キーポイントナイスなんか、どっかないかだと思って、全部見て調べたんですけど、ナイスもう、乾杯です昨日は。 d n a ね大抜き7回96球4安打5三振1フォアボール無失点大抜きグッツねナイスピッチングねしかも上里が4打数2安打2打点1ホームラン上里グッツね、はい、火曜日の試合もまあ上里が4打数4安打1盗塁まあ足も使えてオースティンがいなくなったところ 全く気にならならいこの上里の活躍、まあ、4回ね3塁悩んだで出て得点で6回ねもし一塁でレフトにツーベースで2得点っていうねチームがねしたっていうところでそういったところもね素晴らしいあのこの上里の活躍これからまたそうなると足も使える選手が出てくるんで足も使えて機動力っていうのもね使えてくるまた d n a 打線が活性化していくんじゃないのかなっていうねこの上里の活躍でしたね火曜日でいうとね伊野が7回82球6安打 3、えー、三,三振で無失点、移動、グッと、ナイスピッチング、ね、あの本当にこの3連戦、d n a のね、いいところばっかりが出たっていうところでね、まあ週末どうなるのかね、まあカードも変わってね、もう本当、ドラゴンズの皆さん、僕が言いましたよね、8、9、10、11、4か月間ね、1か月で貯金5ずつ作っていかないと、消化試合になっちゃいますよっていうところがね、もうどうなるのか、ドラゴンズのファンの皆さん、見てくださいよ、ちゃんと、お願いします。 さあ最後に、えー、阪神対巨人、えー、8月4日2対7で巨人そして5日1対4で巨人そして昨日6日11対0で阪神、まあ、あの火曜日の試合、まあ、タイガースとしてはやっぱサンズ大山ボーアで、まあ、サンズ4打数2安打2打点1ホーマ大山4打数2安打ボーア4打数2安打っていうところでねクリーンアップは打ったんですけどその、まあ、前後がね 打ち切れなかったっていうところで、ねまあ、近本が4打数1安打糸井が4打数ノーヒットというところでね、まあ、ちょっとこのね打線のつながりを変えたかなっていうところがねあ、まあ、2点しか取れなかったところになったのかなとタイガースのキーポイントはですね、まあ、8回馬場、まあババのエラー木浪エラー、まあ、1試2 3、3塁で打者重信とってもねホームはセーフだったと思うんですよあのタイミング。 ね、ランナー坂本の、ね、判断よくスタートも良かったんであれね多分とってもセーフだったんでもうファーストで良かったかなってねいうところはまああのね、まあ、勝負してるプレーなんで仕方ないといえば仕方ないんですけど若干ねこのエラーで最後バタバタバタってね勝負が決まったかなっていうところもあるんでまあもったいなかったですね。でまあジャイアンツのキーポイントはやっぱ菅野ね。 こののね、菅野の投球じゃないです。何が良かったかっていうと7回ね、あの、梅野かな、打球が足に当たって、ね、肩担がれてベンチに帰って、これちょっと難しい、もう無理なんじゃない、交代した方がいいんじゃないかっていうところで、ね、もう一回出てきて、で、そこからね、結果も出して、これね、本当のエース、ね、ザ・エースっていうね、あの立ち振る舞い、本当にね、まあ、投球も素晴らしかったですけど、ああいうね、まあ、怪我したらどうするんやっていう声もありますけど、やっぱりエースとしてね、しっかり投げ切るんやっていうところでね、あの気迫、 本当にね、素晴らしかったなと。まあ、そのね、終わった後は治療とかもしてると思いますけどもね、次回の登板に影響なかったらいいなと思いますけど、あのね、姿、本当にね、エースだなっていうね、感心させられる部分でありましたし、チームメイトだったらね、もうなんて心強い、で信頼感ねいいよ、一気に上がるなっていうね、姿だったかなと思いますね。あとはやっぱりね、巨人のね、やっぱりキーポイントはですね、まあ、日刊スポーツで宮本晋也さんもですね、えー、評論してましたけども、この坂本の打席で、一、塁で、これエンドランなのか、盗塁 かからののラン,エンドヒットなのかどっちだっちていうところでねでここでね、馬場がね、もうセカンド、間に合わないのに、セカンド投げて、それがね、悪送球、フィルターチョイス、エラーにつながって、そこでね、バタバタっとね、得点が入って、試合がね、3対2からえ結局はえ7対2にね、試合が決まってしまうっていうプレイでしたけど、あれがね、僕、ノーアウト1、2塁で、エンドラン、ほとんど記憶ないですね。プロの世界で言うと。ほとんど記憶ない。 ひょっとしたら初めて見たかもしれないようなプレーで、まあ、あれねエンドランだったのか盗塁だったのかっていうところはあるんですけど僕はねエンドランだったと思うんですよねでそれなんでかっていうと丸の到達が異様に早すぎるっていうねあの丸のスタートは増田が盗塁するっていうのを分かってないできないスタートだと思うんですよ。 でノーアウト一・塁で、ディスボールの盗塁のサインって出ないと思うんですよね、まあ。行けたら行けぐらいは出てもいいかなっていうところもあるんですけど、あ,のあとはもうグリーンライト、もう増田がいけると思って走っていいよっていうところありますけど、丸のね、セカンド到達のスピードを考えると、増田が走るって分かっててのスタートかなと。で、まあ、増田はね、走塁のプロフェッショナルですから、えもしね、坂本に何かあったとしても三塁、三塁がね、セーフになるようなタイミングでね、走れたっていうところもありますし、あの坂本がね、ボール球なのに手を出したっていうところが、 あれもし単独の盗塁だったらスタートもそんな悪くなかったんで坂本振ってないと思うんですよねだからあそこはその丸のセカンドの到達スピード坂本がボール球でも食らいついて相手に行った状況を考えるとやっぱり客観的に見るとエンドランだったんじゃないのかなとあの状況でねエンドランのサインを出せる原監督がっとねそれに応えた増田丸そしてバッター坂本がッとねあそこがやっぱりジャイアンツのね勝負を決めたキーポイント だったかなと思いますね本当に素晴らしい勉強になるようなね作戦でしたね。えそして、えー、水曜日、えー、4対1でねジャイアンツが勝つわけですけども、まあ、ジャイアンツとしてのねキーポイントはやっぱりね戸郷3回表一・一,試一塁バント成功これねピッチングじゃないんですよキーポイント戸郷の打席3回の表一・一塁でねバンド成功んでね若林のセンター前タイプにつなげるとかね6回表先頭でね ボーンって跳ねて、あれ藤浪取ってても、ひょっとしたらセーフ、内野だったんじゃないのかなっていうところでね、まあ、藤浪のエラーをね、誘って、出塁、で、結果、そのイニング三得点っていうね、戸郷の打席、グワッと、キーパーとトだったかなと思いますね。で、まあ、投げてはね、7回106球、4安打10三振、フォアボール2つの一失点ね、前回よりも下半身にしっかりと体重が乗ってて、前にね、投げたら、トーンって前に行くような、勢いあるね、投げ終わりも、の東京ホームに見えたんで、あとはまあ、高梨、 まあピッチャー8回裏、まあ、打者ね、伊藤に対して、まあ、外に見せかけて、ツーシーム、ツーシームで、ツーストライク取って、外スライダー見せて、もう一回スライダーかなと思うところでインコース、ツーシームね、ジャッカーも目に入りましたけど、まあ、セカンドゴロ、まあ、そのあとね、吉川がセカンドね、握り直して、ダブルプレー取れなくて、その後失点にはね、なりましたけども、あの投球、グッと。 話ねあのインコースに左でねサイドスロー気味でインコースツーシーム投げられたらまあ糸井もね当てましたけどだいぶ詰まってましたしね外のボール意識してたかなっていうところね逆をついたまあリードもそうですけど投球も素晴らしかったなとまあダブルプレーね取ってあげなさい、吉川バーッとっていうね、えー、プレーでしたね。でまあ、タイガースの、まあ、キーポイントで言えば、まあ、4回裏、ね、糸井が、えー、センター前でサンズフォアボールでノーアウト1塁から大山。 あのセンターフライ、ボーアー6 − 4 3ダブルプレー、まあ、ところそこでね、点が入ってたら、ひょっとしたら違った傾向になったかなと、まあ、前日はね、あのサンズ、大山、ボーアが打ちましたけども、水曜日の試合はね、サンズが 2, 2打数ノーヒット、2四球で大山4打コ、ボーア四4打コっていうところでね、まあ、8回ツーアウト満塁でも、大山ね、最後ショートゴロっていうところで、まあ、ここのね、 ちょっと組み合わせがあの前日とのね、組み合わせが悪かったかなと。で、この日はね、近本が4打数2安打で、糸井が4打数1安打と、火曜日は1、2番が出塁せず、クリーンナップが打って、ちょっと打線つながり変えた。で、水曜日は1、2番は出塁したけども、クリーンナップが打てなくて、打線のつながりを変えたっていうね、ちょっとうまくいかなかったね、試合展開だったかなと。で、まあ、なんといっても藤波8回113球4安打7三振、えー、1つのフォアボールで4失点。これ見てね、あのー、藤波 いけるねもう打線の援護さえあったらひょっとしたら2勝ぐらいついてたかも分かんないしここまで3試合かな見てきて藤浪ねいけます投げれますただ4番手以降の投手と考えるんだったらいいと思うんですよね。これが 1, 番手っっってなるととやっぱりちょっときついんで 4番手以降5番手とかの感じで藤浪を見て使っていくなら僕はねもう先発ローテーションでしっかり回してもねいけるような感じになるんじゃないのかなこれ1つ勝ったらねもっと調子に乗っていく可能性もあるんでそれ1つ目までがねそこはもうちょっと打線がカバーしてあって藤浪に勝ちをつけてでも5回ぐらいで高騰してたらスパッとね勝ってたら変えて中継ぎをしっかり導入してで藤浪に勝ちをつかせてやることによってさらに勝ち星拾広げていく可能性あると思うんで藤浪はねいけます っていうあの試合を3試合見てきた中で思った佐々木感想ですね。でまあ昨日11対0ということでねまあキーポイントはもう阪神高橋晴人7回111球3安打11三振1、ね、つのホォーブル無失点ガッと完璧もうキレキレストレートはコーナーもう変化球は低めっていうところでねもうあれがちょっとなかなか打てないだと巨人キーポイント 存在しないもうあれはもう無理っていうね、えー、ところで、まあ、あのまあこういう試合もありますけどね今後まあけもね出遅れましたけど高橋ねこっからのタイガース巻き返しに向けてすごいいい材料のねピッチャーが出てきたんじゃないのかなと思いますね、まあ、これでタイガースもねあの青柳西いてで岩貞でもし藤浪がいい感じで回ってきてで高橋春とかやってきたら先発陣の。 層が厚くなっちゃうんでこれは結構面白い存在ね、こうこっから8月構成になってくるんじゃないのかなとね、ちょっとタイガースに、えー、より注目度がね、集まる感じになるかなとね、あと打線のね、噛み合わせだけかなと思いますね。さあ最後にですね、きだで話題の、えー、ジャイアンツ、えー、野手の松田が投げたっていうね、ところを解説していきたいと思いますけども、賛否ありますね、世の中、朝起きてみても、ニュースでね。 話題になってますけども、まあ、ネットでもね「佐々木はなんて言うのか注目」っていうね皆さんありがとうございます注目していただいてね、まあ、あのダルビッシュとかね上原さんとかいいやないかと何が問題あるんやとかああ別にも冷静やぞと勝ち投手のピッチャーしか残してなかったから休めるようさせるやろこれも戦略の一つやろうなんでだめなんやっていうところもあればね、まあ、大御所の人たちなんかはね伝統の巨人でありえないっていうところもありますけどまあ客観的に考えてあの両者の言い分もすごくわかります。そのの反対してる人の言い分も まあまあ、それはまあまあ、わかるかなっていうところもあるし、賛成してるねえ意見も、もう、もっともっていうところもあるんで、じゃあ、里崎はどうなんやって言ったときに、僕はですね、いいんちゃうって思うんですよ、無理、別にね、戦略としてやっても僕はいいんじゃねえのしかもね、近本、セカンドゴロ、で江越、フォアボール、大山、ライトフライ、抑えてんじゃんね。<laughs> しかもね。そういったところでまあ戦略上ね僕は いいいいんじゃななのかなっていうね、まあ、失礼とか失礼じゃないとか別にねそれだって野手だったら打てばね、えー、ひ結果につながるわけですから逆にラッキーと思って、えー、野手投げるとラッキーこう打率誰から、ね、ダルビッシュから打っても上原さんから打っても、ね、マー君から打っても。 前剣から打っても菅野から打っても誰から打ってもヒットの1本は1本じゃないですかで打率は上がるじゃないですか万が一ホームラン打ったらホームランも上がるわけでしょそこで結果出したらラッキーって僕だったら思うんですよねでしかもですね過去で見るとですね95年の5月9日に対オリックス戦で西武がですね0対9で負けてて8回2アウトからデストラーデがね投げたっていう情報もあるんですよでまあ3ベースフォアボールフォアボールで交代しちゃったんですけどでこれに比べたら抑えてるし僕はいいんちゃうかなとねそのこのコロナの。 影響の中、連戦していかなきゃいけない。 ピッチャーもね、過密にいっってなってななくるる怪我させるわけにはいかないでもう大差ついてるっていうところでねこういうベンチにいる選手をどうやって使うかっていうのはそれはもう戦略上の一つであってそれのいい悪いっていうのは正直ないと思うんですよねだってだって三間がね代打に言ってんすもんあまあでもあれか野手が誰もいなくなったからね仕方ないですけどだから仕方ない状況だったら仕方ないけどいるのにそんなことしちゃダメじゃんっていう人もね気持ちもわからんでもないですけど僕はねこの原監督の作戦が。 僕は良かかったんじゃないのかないとで、まあ、これをね原監督がすることによって他の監督もねこういうのをあしやすくなったんじゃないのかなと思うし俺はしちゃダメやと思うっていう人はしなきゃいいことだししてもいいと思うっていう人はすればいいわけだからだって過去に言うとねロッテなんでボビーの時小林宏行代走行ってましたからねいやそれはいいんかっていう話もありますしねやっぱりベンチにいる全員をどういう風に使って試合を進めていくか。 でなんかのあ最後まであの勝ちを諦めちゃいけないっていうところがありますけどそうなると主力ずっと変えないっていうことになるしピッチャーも常に勝ちゲームのピッチャーってなるじゃないですかだってね配線処理とか出したら諦めてんのってなるし主力早めに変えたらえ諦めてんのってなるから理論で言うとそんなな変わんないと思うんですよねでそう考えると僕はベンチ入りしているメンバーをどういうふうに使って試合を勝っていくかもしくはシーズンを、えー、長期スパンで戦っていくかっていうところが 大事だと思うんで、まあ、選手のケアも含めて僕は今回の増田のピッチャー起用っていうのは、まあ、問題ないっていうかそう戦略上の一つとして、えー、見てますしああそういう戦略もあるんだな勉強になるなっていうところがね僕の一つの意見ではありますね最後にですねちょっと今回ちょっと一回ね申し送り事故セ・リーグだけやってみましょうかねセ・リーグヤクルト d n a で d n a の皆さんヤクルトはベテランに注意ですよ坂口青木西田井野気をつけて ヤクルトの皆さん、DNA は連勝街道できて、今、満天の星空に星が輝きすぎています。全員に気をつけて、調子いいですよ。さあ、続いて、中日対巨人。中日の皆さん、巨人は何でもやっていますよ。最新の注意を払って、序盤に大量失点しないように気をつけて。巨人の皆さん、ドラゴンが寝てます。 洞窟に入って顔も出してきません起こさないようにしてくださいえ続いて、えー、広島大阪神タイガースファンの皆さん広島がやはり鯉のぼりのように大空で泳いでいます調子が上がってきてるんで気をつけてしかし中継ぎ陣が若干不安あるんで最後まで諦めないでタイガースカーブの皆さん 虎の牙ががれて鋭くなってます。投手も揃いつつあり、打線もまあ、繋がりはしませんでしたけど、驚異的です。虎の牙に食われないように気をつけて。さあ、えー、セリウの、ねえー、週末、金土、日、えー、どういう戦いになるのか、しっかりチェックして、まだね面白い野球が続いてるんで、えー、皆さんも楽しんでいきましょう。えー、長い間、えー、ありがとうございました。